えではね今日も初心者向け NBA 全チーム紹介講座っていうのをやっていこうと思いますと「ミルウォーキーバックススタートスターフ在」っていうね。 えこれどういうことかってうと、現状はスターがいるチームで、で、スター依存度がクソ高くて、うーん、どうなんでしょうね、これっていう。で、まあ、ブーデンフォルザーでうまく回ってたんだけど、ブーデンフォルザーがいなくなってドックリバースに変わって、あ、違う、もう一人誰か噛んでたね。で、ドックリバースに変わって、戦術不在のチームになりましたと、カモンガイズ、俺たちのカモンガイズ <laughs>。うーん、なんでカモンガイズを呼んでくるんだろうとか思ってね。 不思議なんだけどひょっとしたらねうーんこういうなんかスターがコーチをコロコロ変えるようなチームってコーチが来ないんじゃないのかなっていう。 そういった意味で、えー、ハーデンとか、うん、ハーデンだよね。その前はクリポ。えー、今回は、えーとかあ、違う違う違う。クリポじゃない。えー、っと、カワイとポール・ジョージか。だから、スターが好き勝手やるチームで、はい、やりたいですっていう、こう、手を挙げるのって、多分、ドックぐらいしかいないんじゃないのかなっていう、ちょっと疑いが。で、ドックはスターに好き勝手させてあげるから、これ、ひょっとしてドックの狙いうん。 というのも、ドッグリバースってね、実はマジックとかクリッパーズ時代、若手主体でカモンガイズやって、だいたい勝率5割ちょっと乗せるぐらいで、プレイオフ出るってことやってたのよ、ね。謎のチームを率いて。マジック時代だと、アームストロングとかいたかな。うん。誰って感じの選手。ちっこくて速いんだけど、うん、まあ、でもまあ、って感じ。で、クリッパーズ時代も、 うーんルーリアムスはいたと思うんだけど、あとは誰って感じベバリーいたかなとかう。で、そんなチーム引いて5割ぐらいでプレオフ出て、で、それをよしよしってやってきたら、カワイレナードとかがやってきて好き勝手やって、ってみたいな。まあ、だから、ドッグって若手主体のカモンガイズの方が向いてるってことで、この人ひょっとしたら来年から解体しそうだから、このミルオキーバックス。 謎のチームになって活躍するかもしれないっていうっていうか俺は思うんだけどドッリバースねあのデトロイトピストンズとかあとワシントン・ウィザーズあたり率いたら面白いことになると思うんだけどねっていううんジョーダン・プールとかのびのびとやりそうということでまあミルウォーキー・バックスの紹介チャンピオン2回取ってますジャパとロバートソンの時代に1回でヤニスの時代に1回。 で、長い暗黒期ね、この時代が終わったら、まあ、低迷とまでは言わないんだけど、地味な時代がずーっと続くっていう。うん。で、ヤニス時代が来て、ヤニス時代が来てもやっぱり地味なんだよね。うん。ミルウォーキーという土地柄なのか、あのユニフォームのダサさからなのか。え90年代はビン・ベイカー、グレン・ロビンソン、レイア・レンシ、サム・カスウェル。うん。で、グレン・ロビンソン、ドラワンだったんだけど、この時のドラにドラさんが、えー、っと、ジェイソン・キッドとグランド・キルか だから、だいぶ比較されたよねっていう。うん、俺はあの中だと、怪我がないのであれば、グラントヒルが一番いいんじゃないかなっていう。ただ、ジェイソンキットのバッファー効果を考えたら、やっぱジェイソンキットかなっていう。そう考えると、グレン・ロビンソンって身体能力の衰えとともに、あのー、加工線下っていったんで、この人はちょっとドラワンにふさわしかったかなっていうのが、当時からの評価だった。で、ビン・ベイカーに関しては、この人たちがシアトルに行ったんじゃないのかな、この後。あの、ショーン・ケンプの代わりに。 まあこの人はうまい指名だったと思うんだけど。で、レイ・アレン。レイ・アレンって大学時代のスターだから、よくこんな田舎のみすぼらしいチームに来たなとかいう印象で。で、サムキャセルが来てそこそこ勝つんだけど、やっぱレイ・アレンいなくなっちゃいました。で、そこからマイケル・レッドとアンドリュー・ボーガットの時代なんだけど、ドラフト1指名権をゲットしたのにアンドリュー・ボーガットを引き当てるあたりがこの運のなさ、ミルウォーキーの。 同じドラフト1位指名だと、例えばサン,アンドニス・パーツだと、デイビッド・ロミンソン、ティム・ダンカン、それからビクター・ウェンパー・パンヤクリーブランド・キャバリアーズだと、あれ なんか一人やばいのがいたよね。うん。まあ、カイリー・アーピングもいるんだけど、で、あとアンドリュー・ウィギンス。アンドリュー・ウィギンスはケビン・ラブと交換。で、なんかその前に一人やばいやつがいたよね。うん。なんでこれがドラワンだっていう。まあ、それはいいとして。で、ブランドン・ジェニングス新人を、この年に確かカリーがドラフトだったはず。うん。ブランドン・ジェニングスのが後だったかな。ただ、あの時のカリーをね、なぜ逃したのかっていうのは酷な話で、あの時まだカリー本格化してなかったから、で、モンタイエリスがここにいますねって。えー、カリーとモンタイリス、 どっちを選びますかとかでアンドリュー・ボーガットの交換で。で、カリが出されそうになってたんだけど、確か怪我かなんかあったって話で、モンタイエリス選ばれました。ゴールデン・ステト・ウォリアーズ出さなくてよかったですねっていう <laughs>。で、クリス・ミドルトンとアヤネ・サーデット君ぽ12年、13年で指名して、これであの今の競合の基盤が作られると。で、2019、20年にドリュー・ホリデーを獲得して、で、チャンピオンになると。 で、まあ、それで強かったはずなんだけどうーん、なぜか今年、えー、ヤニスの言うままにヘッドコーチ交代させてヤニスの言うままに補強してヤニスが言うままにヘッドコーチ交代してたら本人が不在で敗退したというね、えー、大変ですねってで、デイミアン・リラードがやってきて。 はい、見ていきましょう。さらに、やっぱく、くヤニスはともかくリラードとミドルトンの契約が重すぎて、これ補強できないぞっていう。だから、俺、ヤニスがここにいたくないって言い出す可能性が大な気がする。で、リラードもついでに出す可能性あるよね、そうなったら。ミドルトンも出すかな。でも、ミドルトンの契約どっか引き取るかなっていう方で、多分、こうなった時ドックの、えー、謎のチームのカモンガイズの一員になるんじゃないかと思います、ミドルトンは。 というか、リラードとヤニスがいないときに、えー、勝ってたんで、<laughs> インディアンペイサーズに。<laughs> ひょっとしてこの二人いらねんじゃねとか言ってね、<laughs> 5チャンネルあたりで書かれてた <laughs>。で、守備にはなんかある数あるか、カチコチだったんだよね、ここ。マジでミルオキバックス。うん、カチコチだった代名詞が、いつの間にか、えー、ミドルトンの衰えとドリュー・ホリデーと、あとデヴィンチェンドがいなくなったせいで、うん、バックコートのディフェンスがひどいことに、グロい、グロい。アトラントホークスとかレイカーズナミングロイズ、これ。 どうなってんだこれっていう。インサイドは相変わらずガチガチなんだけど、ただその前に抜かれまくってねっていう。で、エースがチキンまた不在。ヤニスは基本的にインサイド固められたら無力なんで、外を、うん、出さないと、で、外決めてくれないと話にならないっていう。で、外決め出したらヤニスのスペースができるからっていう。で、今年はヤニスは不在だったんで、ちょっともう話が。うん で、リラードはフリーズローの,あの基準、もらえる基準が変化したことによって空気になりましたと。だからスリーポイント爆撃とかができない限り、この人、ちょっと20点ぐらいの選手になっちゃったなっていう。うーん、フィールドゴールパーセンテージも相当下がってる。で、ヘッドコーチがアホ、対応力がない。またセットオフェンスがないってね。そもそもカモンガイズに何求めてんのって話でね。ドックのチームの戦術はカモンガイズのみなんだよっていう。で、まあ、スター依存度が高くて。 リラードとヤニスがこの状態で、まあ今回のバックスの敗退が当然だったのかなと。 でまあ、今回のことを語っていくと、えー、ヤニス対等以降の今年までは競業だったけど、来年からはもうちょっと怪しい空気なんで、ここのチームはおすすめできませんって思うでしょう。うんなんだけど、こういうチームこそ、あの、何自分が目をつけて応援しだしたら愛着が湧くので、ある意味おすすめできますっていう。だから、ヤニスがここにいたくないって言い出したら、このチーム応援してみてください。にわか扱い絶対されません。だから、ヤニスがいなくなった瞬間、このにわかど っていうのが a から e まで落ちるんでとなってくると、俺としてはこのおすすめ度っていうのが c から d になるかないや。でも俺的には s なんだよね。そうなったときだから、今回はちょっとね。えっ、ー、と微妙なおすすめのチームをお勧すすめしてみましたと。とでは。